天皇寺川は、向川水系の支流で、兵庫県宝塚市中部と伊丹市北西部、及び天ヶ崎市を流れる二級河川。上流にて大きく二流に分岐していて、西の支流には、足洗川、東の支流には、直市川の名がついており、両川に挟まれた、丘陵地に中山寺がある。二川の源流はいずれも中山にあり、 直視川源流付近は1970年代に宅地開発されているが、足洗川は、源流から中山寺羅境内までの上流域が、国有林で、一部は宝塚自然休養林となっておりかつての里山の景観をほぼそのまま保っている。なお中山寺奥の院に湧く、大筆水も足洗川源流の一つである。両川とも、源流を発してから、南行士。 中山寺境内に入ったところから平野となる。そのまま、阪急宝塚線、国道176号、JR 宝塚線を横切り、国道176号を過ぎたあたりから天井側となる。JR 線南方の宝塚市、今里町内にて、この2川が合流し、移行道地点から下流が天皇寺川となる。なお、合流地点には、昭和十二年八月に、 在承浜村旧帝国陸軍有志により、混流された東国宮殿下小野建の地の石踏みがある。少し南行をした後に投進し、宝塚市の上野地方区東付近で、伊丹市に入ると、同志、荒巻の天日神社西方で再び南に流れを変える。やがて、中国自動車道、国道176号バイパスと交差し、宝塚市立安宗中学校、 兵庫県立伊丹北高等学校が現れた、付近から右岸が、宝塚市、左岸が、伊丹市の市境を流れる。都市計画道路指導宝塚池田線と交差してから、下流は両岸とも、伊丹市となり、伊丹市立天皇寺川中学校を過ぎた地点で、一旦西に向くもすぐに、南へ向きを変え、介護老人施設ケアハイツ伊丹の西で天神側を取り込み、そこから精神。 すぐに、兵庫県道42号天ヶ崎宝塚線をくぐり、関西電力西の変電所の南西で再び南へ、向きを変えて、天ヶ崎市に入り、500メートルほど流れて、天ヶ崎市西小屋で向こう側に注ぐ。足洗い川源流の一つである大翡水には、以下の伝説がある。中愛天皇と大中姫との間に生まれた、押熊王子は、神宮皇后の子。 本田脇の村との行意争いに敗れ、神宮皇后元年に宇治川で自害した。やがて巫女の遺体は、南馬裏に流れ着き、そこでたたりをなすようになったことが、天皇の耳に入ったので、天皇は直詞を使わして、巫女の遺体を母の大中姫の墓に納め去るよう指示した。ところが直詞が、巫女の遺体が収められた石棺の蓋を開けたところ、中から白鳥が飛び出し、中山寺。 奥の院に隣にある大岩に止まった後ろ姿を消し、同時にその岩の下から水が湧き出した。その後大岩には白鳥岩の名が付けられ、湧き出した水は大翡水と名付けられた。また直子川の名も直子が使わされたところから来ている。1七7年に泉高千築根によって記された行記年譜に今陽上溝朝千二百条、広し六尺、新四尺、 在二摂津国壁郡山本里一道家地校長1200条、広市六尺、新六尺、在二道書一の記述があり、今用は水とあるのが、現在の天神川、同化港とあるのが、現在の天皇寺川と郷土市屋などは推測している。今用地が掘削された731年、同時に、 この二本の溝が開作されたとすれば、記録に残っておりかつ現存する用水路としては、天神川と並んで国内最古となる。なお文献に記された、今陽植家が今日の今陽地で天神川は、植池への取水のため、天皇寺川は、今陽下体系への取水のため開作されたと考えられているが、下体系は、慶長年間に埋め立てられ、今は、伊丹市内に、 池尻の地名を残すのみとなっている。1961年6月27日、昭和36年図雨前線豪雨で支流の天神川と共に堤防が決壊し、伊丹市域一帯の約500戸が床上、床下浸水した。天神川と共に向こう側と根葉地を結ぶ川沿いの環境整備計画案が作られ、桜並木、 天神川同様必ずしも水質は良いとは言えないが、外来種主体とはいえ魚やカエルも生息しており、藻類も豊富である。天神川同様、伊丹市の天日神社から上流では、数は少ないが、平家ボタルも見られる。カルガモも住み着いており、また、混幼地には、多数のカモ類が越冬のため渡ってくるものの、同意がすでに満杯状態なので、 溢れたヒドリガモやオナガガモがこれらを目当てに、近在のここや天神側で餌を砂取っている様子が、冬には見られる。流域の痛み大地は、推理が悪かったので、天水と東川、および天神側から灌漑用水を引いた、農業用ため池が数多く作られ、今用地もそのうちの一つである。それらうちあたり川から取水していた黒池と西池には、岸や、特筆すべきは、 半身間でここだけにオニバスなど貴重な水生植物が見られた。しかしこうしたため池は宅地開発に伴い現在はその多くが埋め立てられ、黒池と西池も2002年に一部が埋め立てられ五岸整備された結果、これらの貴重な植物は消滅した。ありがとうございます。